ニュートリノ、ニュートリノは、素粒子のうちの中性レプトンの名称。中性のごとも書く。電子ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノの3種類、もしくはそれぞれの半粒子を合わせた6種類あると考えられている。ボルフガング・パウリが、中性子のベータ崩壊で、エネルギー保存則と、核運動量保存則が成り立つように、その存在仮説を提唱した。ニュートリノの名は、 ベータ崩壊の研究を進めたエンリコ・フェルミが名付けた。フレデリック・ラインネスらの実験により、その存在が証明された。ニュートリノは、電荷を持たず、フォーミュラ1のスピンを持つ。また、質量は、非常に小さいが、ゼロではない。ニュートリノには、電子、ニュートリノ、ミューニュートリノ、タウニュートリノの3世代とそれぞれの、反粒子が存在する。これらは、電子、 乳粒子、タウ粒子と対応成している。ニュートリノは、強い相互作用と、電磁相互作用がなく、弱い相互作用と、重力相互作用でしか反応しない。ただ、質量が非常に小さいため、重力相互作用もほとんど反応せず、このため他の素粒子との反応がわずかで、透過性が非常に高い。そのため、 原子核や電子との衝突を利用した観測が難しく、ごく稀にしかない反応を捉えるために高感度のセンサや大質量の反応材料を用意する必要があり、他の粒子に比べ研究の進みは遅かった。電荷を持たない粒子であるため、中性のパイ中間子のようにそれ自身が反粒子である可能性がある。ニュートリノの反粒子が ニュートリノ自身と異なる粒子であるか否かは現在でも未解決の問題である。アルファ崩壊の場合、アルファ粒子、アルファ線と新しくできた原子核の質量との合計は崩壊前の原子核の質量よりも小さくなる。これは放出されたアルファ粒子の運動エネルギーが崩壊前の原子核の質量から得られているためである。ベータ崩壊の場合は、 崩壊後の運動エネルギーの増加が質量の減少より小さかった。そのため一部のエネルギーが消えてしまったように見え、研究者の間で混乱が生じた。ニールス・ボーアは放射性崩壊現象ではエネルギー保存の法則が破れると主張した。一方、ボォルフガング・パウリはエネルギー保存の法則が成り立つようにと、ベータ崩壊では電化については中性の粒子がエネルギーを 持ち去っているという仮説を1930年末に公表し、また、1932年に中性子が発見されたのをきっかけに、エンリコフェルミは、ベータ崩壊のプロセスを、ベータ崩壊は、原子核内の中性子が陽子と電子を放出しさらに、中性の粒子も放出するとの説を発表した。また、質量は非常に小さいか、もしくはゼロと考えられた。そのため、 他の物質と作用することがほとんどなく、検出には困難を極めた。は、ベリリウムを中性子で照射して得たヘリウム6を切り箱に導く装置を開発し、ヘリウム6が β 崩壊フォーミュラー後する過程を撮影することに1956年10月に成功した。1953年から1959年にかけて行われたフレデリック・ライネスト・クライド・カワンの 実験により、初めてニュートリノが観測された。この実験では、原子炉から生じたニュートリノビームを水に当て、水分子中の原子核とニュートリノが反応することにより生じる中性子と非電子を観測することで、ニュートリノの存在を証明した。1962年、レオン・レーダーマン、メルビン・シュワーツ、ジャック・シュタインバーガーらによって、フォーミュラ2と、 フォーミュラ3が違う粒子であることが実験で確認された。これは15ジェブの高エネルギー用紙ビームを使ってパイ中間子を作り、ミュウ粒子とミュニュートリノに崩壊してできたミュニュートリノを標的に出た。この結果、標的で弱い相互作用によってミュウ粒子は生じたが、電子は生成されなかった。 弱い相互作用しかしないこともあって質量が観測できず、質量は例であるとするのが一般的であった。しかし、例えば講師には、質量が例であるとする理論的根拠が存在するが、ニュートリノについては、そのような理論はなかった。そして、梶田隆たによりニュートリノ振動が観測されたことにより、実際にニュートリノには例ではない質量があることが分かった。 ニュートリノ振動は1957年にブルーのポンテコルボにより提唱された。この理論はから類推された。彼はその50年で真空の振動理論の現代的な数学による定式化に取り組んだ。1962年、坂田昭一、牧次郎、中川正美がニュートリノが質量を持ち、ニュートリノが電子、ミュータウの型の間で変化する。 ニュートリノ振動を予測した。この現象について、1998年6月に、スーパーカミオカンで共同実験グループは、宇宙船が大気と衝突する際に発生する大気ニュートリノの,の観測から、ニュートリノ振動の証拠99%の角度で確認し、また、2001年には、太陽から来る太陽ニュートリノの,の観察からも強い証拠を得た。ただし、 ニュートリノ振動からは、型の異なるニュートリノの質量差が測定されるのみで、質量の値はわからない。しかし、これに先立つ1987年2月23日午後4時35分、小芝正俊による15万光年離れたマゼラン雲の超新星 SN1987A からの電子ニュートリノの観測時刻が、光学観測との間で、 理論的に優位な差を観測できなかったことから、極めて小さな上限値、電子の質量の100万分の1以下が得れており、共同研究チームは3種のニュートリノの質量を発表している。その後、つくば市にある高エネルギー加速器研究機構からスーパーカミオカンデに向かってニュートリノを発射する K2K の実験において、ニュートリノの存在確率が変動している状態を、 自家的に確認し、2004年、質量があることを確実なものとした。ニュートリノの質量が有限値を持つことは、理論研究に大きな影響を与える。まず問題になるのは、これまで各種の提案がされてきた、標準理論のうちの一部は、ニュートリノの質量が例であることを前提としている。このため、それらの理論は否定される。また、ニュートリノ振動は、 各世代ごとに保存されるとされてきたレプトン数に関して大幅な再検討を促すことになる。また、ニュートリノには電磁相互作用がないため光学的に観測できず、またビッグバン説では宇宙空間に大量のニュートリノが存在するとされていることから、ニュートリノは暗黒物質の候補の一つとされていたが、確認された質量はあまりに小さく大きな寄与は否定された。 実験結果からは、誤差の範囲内で生成され観測されるほぼすべてのニュートリノは、スピン角運動量の回転方向、ヘリシティが左巻き、すべての半ニュートリノが右巻きを持っていることを示す。このことはニュートリノに質量はないとした極限では、双方の粒子に考えうる二つのカイラリティの一つしか観測されていないことを意味する。 このようなカイラリティは素粒子相互作用の標準模型での唯一のものである。実験結果からは、右巻ニュートリノと左巻半ニュートリノという相対するパートナーが単に存在しないということも考えられる。そうであれば、観測されるニュートリノと半ニュートリノは実際は全く異なる性質のものということになる。理論的には、大統一理論スケールで非常に重いもの。 シーソー気候を参照、ステライルニュートリノのような弱い相互作用を起こさないもの、あるいはその両方が考えられている。質量がゼロでないニュートリノの存在は状況をやや複雑にする。ニュートリノは弱い相互作用で生成された固有状態である。しかし、質量のある粒子のカイラリティは、見かけの運動が同じにならい。すなわち、ヘリシティエンザム氏は、 カイラリティ演算子とは固有状態を共有しない。自由なニュートリノは、左巻きと右巻きのヘリ式状態が混在して、伝播子、のオーダーで、振幅も混在している。ただし、実験的に観測されるニュートリノは常に、超相対論的であり、振幅の混在は、無視できるほど小さいため、振幅の混在はほとんど、実験に影響しない。例えば、 ほとんどの太陽ニュートリノはからのオーダーのエネルギーを持っており、誤ったヘリシティを持ったニュートリノの割合はを超えない。2011年9月23日セルンで観測したニュートリノが高速より速かったという実験結果が発表された。国際研究実験オペラのチームが人工ニュートリノ16000個をジュネーブのセルンから約 730km 離れた。 グランサスソのイタリア国立物理学研究所、研究施設に飛ばしたところ、2.43ミリ秒後に到着し、高速より60.7ナノ秒、1億分の6秒、ナノは10億分の1早いことが計測された。1万5000回の実験ほとんどで、同じ結果が示された。この発表は、質量を持つ物質は高速を超えないとする、アインシュタインのこと相対性理論に反するため、 世界的な論争を読んだ。光より速い物質が存在しないのは、粒子を高速にまで加速するためには無限のエネルギーが必要だということが理由だが、もしこの実験結果が本当だった場合、このニュートリノはエネルギーを必要としない何らかの愛、転移で超高速になって、また戻ったとする仮説なども考えられた。オペラチームは、高速を超える物質が存在しないことを証明する。 特殊相対論がこれまでの実験と理論でしっかり確立された理論であり、自分たちの実験結果は誤りだと考えていた。そのため結果を発表するのに数ヶ月の内部討論を重ね実験結果の誤りを探したが、内部討論では誤りを発見できず、科学界での検証を呼びかけた。オペラは声明の中でこの結果が科学全般に与える。 潜在的な衝撃の大きさから、拙速な結論や、物理的解釈をするべきではないとしていた。11月18日、オペラは、ニュートリノビームの長さを短くした、再実験によっても、ほぼ同様の結果が見られたと発表した。ただ、時間情報は前回と同様 GPS を使ったとしている。その後、ニュートリノの到着側で地上と地下の時計をつなぐ。 光ケーブルの接続不良やニュートリノ検出機の精度が不十分だった可能性が見つかったため、2012年5月、実験不備を解消した上で再実験を行った。結果、ニュートリノと光の速さに明確な差は出ず、実験結果を修正6月8日にニュートリノ宇宙物理国際会議で超高速の当初報告の性撤回を発表した。言論文によると、 高速度を、フォーミュラ11、ニュートリノ、平均エネルギー17ギガ電子ボルトの、ミューオンニュートリノの速度を、フォーミュラ12とすると、フォーミュラ13、フォーミュラ14は、統計誤差、フォーミュラ15は、系統誤差。である、優位水準は、フォーミュラ16。これから、フォーミュラ17となり、フォーミュラ18と比べて、秒速7435メートルだけ、 早いことになる。なお、統計誤差と系統誤差を考慮すると、最低でもフォーミュラ19高速フォーミュラ11より、秒速5696メートル早く、最高のバイフォーミュラ21高速フォーミュラ11より、秒速9174メートル早いことになる。これは、環境の影響や考えうる測定誤差をはるかに超える値であるとされた。当初より、 この実験結果に対する懐疑的意見があった。小柴正都氏が行った SN1987A の観測では、光とほぼ同時、発生源からの距離に非してに届いたニュートリノしか確認されておらず、整合しない。もしニュートリノがオペラの実験結果と同じくらいの速度であれば、ニュートリノは超新星からの光学観察時刻の8年前に到着していなければならない。 2007年にフェルミ研究所におけるマイネス実験で同様の結果が発表されているが誤差が大きかったという発表直後はニュートリノではなく未知の性質の発見を表しているかどうか注目されてたまた日本がスーパーカミオカンデで,で人工ニュートリノ飛行実験をしていることから日本の実験結果も注目された10月6日セルンのホイヤー所長 高エネルギー加速器研究機構の鈴木敦人、機構長、フェルミ研究所の夫尾ね所長らは、ジュネーブで記者会見し、オペラ実験の超高速の結果に大使会に的立場、示した。ホイヤー所長は、一つの方法による一つの実験結果に過ぎないとし、セルンとオペラを切り離す立場をとり、特に実験に使われた GPS による時計合わせが疑われるとした。 そのため、今後、フェルミ研究所で、追加実験を行い、数ヶ月後に結果が出る見込みと語った。11月19日、グランサスソ研究所の別の実験チーム、イカースが、オペラの結果を否定する論文を発表した。それによると、実験では、高速で移動する粒子と同じエネルギースペクトルを示した等。グラショー理論によれば、もし超高速なら、 エネルギーをほとんど失っているはずだという。5. おさむき